ルルです。トムです。お願いします。お願いします。今季のプレミアリーグめちゃくちゃね、面白いわけなんですけども、はい。特にね、開幕直後ってのは、まあね、昨シーズンとは違った選手っての活躍を見れるので、すごいね、楽しいじゃないですか。うん。もちろん今季新加入の選手たちってのは、新鮮でかなりね、ワクワクさせてもらってるんですけども、本日はですね、昨シーズンプレミアリーグに新加入した選手、いわゆるプレミア2年目の選手ってのをフューチャーしていく動画となっております。なるほど。面白そうだね。チェルシーは大型補強を観光してめちゃくちゃいい選手たちをたくさん取りましたよね、昨シーズン、うん、ただ昨シーズンは言うてね、初年度なのでまだまだね、本領発揮じゃないわけなんですよ。1年間プレミアに馴染んでだんだん慣れてきた選手っていうのが今季はめちゃくちゃ活躍していくと思います、うん、ということで本日の動画はプレミアリーグ2年目期待度ランキング。はい、本日はね、10人選んできましたので10位から1人ずつ発表していきたいと思います。はい、それでは本編レッツゴー。ゴン。はい、ということで本日はプレミアリーグ2年目の選手で期待している選手を10位から発表していくんですけども、はい、今回はプレミアに初参戦してから2年目の選手限定で選んでます、うん、なので、まあ、プレミアのクラブからプレミアのクラブに移籍した選手ってのは入れてないんですよ、まあ、例えばジョタとかチルウェル、ホイビア、マルティネス、カラムユルソンとかはもともとプレミアリーグで新しいチームに移籍したっていう選手なんで、この選手たちは省いてます。プレミアには慣れてる選手たちですからね、もともと昨シーズン新加入した選手と言われてもパッと出てこないと思いますので、そこら辺も楽しみながら最後までご覧ください。はい、それでは早速第10位からいきたいと思います。プレミアリーグ2年目選手期待度ランキング第10位、マンチェスターユナイテッド所属、ファンデベークです。あー、ファンデベーク、なるほど。はい、まずね、ファンデベークは出場機会をもっと与えてあげてください、うん、そうね、ちょっとかわいそうだったよな、うん、かわいそうすぎる。ブルーノさんね、たまには休んでほしいですね、彼は。まあそうね、うん、ブルーノとね、ポジションがダダかぶりしてるのでほとんどプレミアでのプレーっていうのが見えてないんですよ、うん、ただね、入ってきた時の期待度っていうのは高かったですよね、ファンデベーク、かなり高かったです。そうだね、あ、てかブルーノが良すぎたよな。いや、もうブルーノがね、ずっと出続けるしな、あいつは、うん、ずっと結果も出し続けるから、ちょっとね、ポジションが被りすぎて出場機会ってなかなか得られてないんですけども、うん、なんでちょっと今回は10位にさせてもらったんですけども、まだ若いですし、今後ね、覚醒してくれる、もうブルーノをね、なんか超えていくレベルのね、ポテンシャルあると思ってるので、うん、ぜひともね、楽しみにしております。はい、はい、続いて第9位はトッテナムからセルヒオ・レギロン。レギロン、レギロンは1920シーズンのヨーロッパリーグの決勝でね、かなりインパクトあって、いい選手だなと思ってたら、スパーズにね、移籍してきたんですよ。これは楽しみだぞってなって、前半戦めちゃめちゃ良かったんですよね、昨シーズンの前半戦は。運動量あって、攻撃参加も上手くて、クロスでね、アシストとかも結構するタイプなんで、ほんとね、ティアニーと一緒くらい期待度は高かったんですよ。ただね、後半戦なかなかね、活躍できてなかったんですよね。まあ、ただ今季もスタメン出場はできると思いますし、これからね、どう成長していくか、まだレギュロンも結構若いですので、こちらもね、楽しみとなっております。はい。続いて第8位、マンチェスターシティ所属、ルベン・ディアスさんです。ちょっと笑っちゃいました。笑いが出てしました。ちょっと待ってよ、はい。期待度ランキングでしょ？期待度ランキングなんですよ。もう昨シーズンで完成されてらっしゃるじゃないですか。いや、そうなんですよ。うんうん、だから8位です。ああ、そういうことね。そういうことね。だってもうね、昨シーズンね、活躍したんだよ、もう。うん。十分。プレミア年間最終選手賞を取ったもん。リーグ優勝したもん。おかしいでしょ。いや、1年目からフィットしすぎよな。いや、ね、ちょっと彼はね、うん、ちょっとおかしいんですよ。うん、プレミア初参戦で23歳ですよ。若くて、うん、もう無名なところから、プレミア年間最終選手賞と、チャンピオンズリーグのベストディフェンダー賞。チャンピオンズリーグは決勝進出して、プレミアリーグが優勝してるんですよ、うん。彼はもう本当に他の人とはね、次元が違う若手が出てきたなっていう印象なんですけども、そうね。うん、まあ、この前のチェルシー戦でもね、彼にシャットアウトされたわけなんですよ。うん、もう聞いてたね。本当にね、彼はちょっとレベルが違う選手なんですけど、うん、まあ、彼のプレーについて話すとね、長くなるので、今日は割愛します。うん、はい。はい。もうなんならね、今後ちょっと活躍控えてください。お願いします。そうね。ちょっとチョンボしてもいいよね、そろそろね。チョンボ、チョンボしねえよな、ほんと。ほんとにしないな。安定すぎやな、あいつ。はい。続いて、第7位は、エバートン所属。はい。アラン！アラン！アランか。アラン！
はい、そうだね。あなたの好きなナポリからの、まさかの移籍だったんですよ、うん、あら。はい、そうだね。うん。めっちゃ主力だったからね、まさかエバートに来ると思ってなかったよな。全然思ってなかったな。さすがにアランは、もうね、デイベテランなんで、プレミアね、初参戦とはいえ、順応早かったんですよね。うん。もともとのプレイが、プレミア寄りですし、強度高いんで、うん。まあ、あの潰しの速さと、プレス強度っていうのはね、すごい厄介だったんですよね、昨シーズンから。で、同じく、2年目だった、ハメス・ロドリゲス。めちゃくちゃ期待したかったんですよ。なんならこっちをね、ランクインさせたかったんですけども、まさかまさかのカタールに移籍ということで、これね、めっちゃ残念なんですよ、プレミアファンとしては。そうだね。見たかったよね、ハメスのプレ。いや、めちゃめちゃ見たかった。ハメスとマテウス・ペレイラの移籍はマジでショックですね。続いて、第6位は、リバプール所属、チアゴ・アルカンタラです。アルカンタラ。いや、チアゴもね、あの最強リバプールにチアゴ・アルカンタラはもうやばいだろって、うん、鬼に金棒すぎるだろって恐怖してたんですよ。ただね、彼がね、一番プレミアの洗礼浴びたんじゃないですか？そうだね、まあ、苦しいんだよな。テクニックと戦術感とかはもうね、相変わらずなんですけども、いかんせんね、中盤の選手ってこともあって、もうめちゃめちゃね、潰されました。もうペースがね、鬼かかってくるんで、そうね、なかなか自分の思い通りのプレーができてなかったんですよね。チャンピオンズリーグ優勝した最強のバイエルンで中心選手だったチアゴでもプレミア初年度は厳しいんだなっていうのをね、改めてプレミアの強度の高さが半端ないんだなっていうのを教えてもらいましたね、チアゴからは。そうね。はい、ということで10位から6位の選手こちらになります。はい、もうすでにね、チェルシー、アーセナル以外のビッグシックスの所属選手がランクインしてるわけなんですけども、やっぱね、こう見るとプレミア初年度でフィットするってのはね、ほんと相当難しいっていうのはね、わかりますよね、改めて。そうだね。特にビッグシックスのメンツに割り込んでる活躍ってのはかなり厳しいんですよ。まあ一人ちょっとバグってやつおりますけど。そうね。ってことで、まあね、ここは前哨戦ですよ。こっからが本番なんですよ。こっからに喋りたかったですよね、はい、僕は。トップ5ってのは個人的にもかなりね、活躍期待してる、今季の活躍めちゃめちゃ楽しみな5人となっております。はい。あ、これ言うの忘れてた。ちなみに、同じチームから2人選んでません。1クラブから1人しか選んでません。これ言うの忘れてました。おー、なるほど。そうなんだね。はいはい、はい。だいぶ変わってくるでしょ。変わってくるわ。チェルシーずらーって並ぶと思ってたから、俺。いやいや、そうなっちゃうから。あー、なるほどね。それでは、第5位は、ウェストハム所属、トーマス・ソーチェク。ソーチェク。まあね、ソーチェクもね、まあ、昨シーズンめちゃめちゃ活躍した部類なんですよね。そうね。というのもね、一昨シーズンレンタルからの昨シーズン完全移籍の加入なんですよ。ああ、そうだったんだ。そう。他の選手より半年のアドバンテージがあるんですけども、それにしても昨シーズンの活躍はすごかったですよ、彼。そうね、もうライスとエグかったもんな。ライスと二人で相手の攻撃を全部止めてましたし、攻撃参加がね、また上手くてね、空中戦も強いってところで点を取りまくってたんですよ。そうね。さっきで言ってましたら、かの有名なマイケル・アントニオさんと得点数同じだったんですよね。そうだったよね。まあ、ハマーズが昨年強くなったのは、間違いなくね、ソーチェクが加入したからといってもね、いいと思うんですよ。そんなに影響力ありました。そして、今季ね、さらに慣れていって、本領発揮していったらもうどうなるんだと。今後、ソーチェクはプレミアリーグの顔になる選手の一人だと思いますので、今季も大注目してます。はい、続いて第4位は、アーセナル所属、はい、ウーデゴールです。あ、ウーデゴール。ウーデゴール、今季活躍やばいです。いやー、やばいなやばいです。えぐいよ。ウーデゴールもね、言ったら昨シーズン冬にレンタルからの今季完全獲得なんで、実質2年目ですね。うん、そうね。ただウーデゴールはね、今回喋りたかった。もう実質今季新加入と言ってもいいんですけども、ちょっとね、喋りたすぎました。うん、アーセナルは昨シーズン、スミスローっていう化け物がね、まず誕生したわけなんですけども、もともとウーデゴールのローンっていうのは、スミスローの控え、負担を減らすための獲得だったんですよ。うん、ウーデゴールとローっていうのはタイプがね、結構被ってますし、ポジションも被ってますので、まあ、2人とも若いですし、なのでウーデゴールを今季完全獲得して本当にいるかって思ったんですよ。ただね、今季の第5節のバンリ戦からスミスローとの併用ができてるわけなんですよ。これがね、ちょっと、いや、それがちょっとね、いや、やばいです。やばいわ。さんというか、まさか2人一緒に使えると思ってなかったし、うん、ついにアーセナルはサカロー、ウーデゴールの若手3大将の共演にね、成功したわけなんですよ。昨日の試合見た？見たよ。いや、やばかったよ。アーセナルクソ強かったからね。いや、アーセナル
全然違うじゃんと思ったもん。いや、全然、もう選手が若返ってるし、ベテラン2人しか、3人しか出てなかったから、いや、これはね、マジで恐ろしいぞと、ウーデゴールめちゃくちゃ効いてました。やばかった。ウーデゴール、スミスロー、サカ、まあ、ここ3人はマジやばかったもんな。そう。で、3人がいたら、オバメアンも効くし、うん。いや、そうなんで、オバメアンがね、躍動してたっていうか、生き生きしてて、ね、楽しそうだったんだよね。そう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 。ウーデゴール加入した今の若いアーセナルね、若手好きからしたら、ね、たまんないんですけども、まあ、2年目のウーデゴール、今後ね、線が太くなって、マウントみたいにね、なりだしたら、敵としてかなり強力になるんですけども、プレミアリーグ好きとして、めちゃくちゃ期待してます。そうだね。まあ、強いアーセナルが帰ってきてほしいし、はい。そう。昔ながらね、ちょっとパスワークだったり、強さが見れたんで、まあ、アンリが見に来てましたし、そうね。ちょっとね、期待せざるを得ないですね。うん、続いて、第3位は、レスター所属、ウェスレイ・フォファナ。あ、フォファナ。はい。フォファナも昨シーズン、かなり先制者のようなデビューでしたよ。かなり活躍してましたね。初対戦でね、ケインを完封してましたから、彼は。そうだったね。本当にすごかったですね。インパクトすごかったです。足速いし、空中戦強いし、センターバックなのに攻撃参加もするっていうね、もう暴れ倒してましたから、初戦からね。ただね、怪我がちょっと気になりますけども、昨シーズンも途中離脱してましたし、現在もね、負傷中なので、まぁ、ちょっとスペ体質だと、実力あってもなかなか使いづらい選手になりますので、まあ通称マティップ現象ですね、これは。はい、間違いないわ。うん、まあ、言うてもレスター強豪ですし、まだまだ21歳ですし、そっちはねルベン・ディアスに並ぶとも思ってますので、復帰してからの活躍めちゃくちゃ期待してます。はい、続いて第2位です。リーズ所属、ハフィーリアです。ハフィーリアね。いやーもうね、今季ねもうすでにちょっとやばいんですよ彼は。いや、やばいな。ドリブル止められないし、シュート上手いし、アシストもできるし、そしてめちゃくちゃ走ると。もう運動量バケモンですよ。さすがリーズ所属なんですけども。もう今日はね、ハフィーニャを喋りたかったために、この動画撮ってると言ってもね、僕は、いいです。間違いないです。はいはい、言ってハフィーニャはね、昨シーズン、プレミア初年度でアシストランキング上位にランクインしてるんですよね。まあただね、今季はさらにすごい選手になってる印象ありますし、来シーズンね、ビッグクラブへのステップアップ待ったなしなんじゃないかなってくらいね、急成長して活躍してる選手なんですよ。結構細身の選手なんですけども、強度高いし運動量もあって、プレミア向きの線細いタイプの選手なんですよ。なかなか珍しいタイプですね。まあね、彼はね、なんといってもね、イケメンすぎる。めちゃくちゃかっこいい。マジでかっこいいよね。マジでかっこいい。個人的にもね、タイプかなり好きな選手ですし、またね、リーズにいるってところが、ビッグシックス相手にどこまで一人でね、やっていけるのか、ドリブル突破できるのかってところが見どころでもありますので、今後の活躍、かなり期待してます。はい。それでは、第1位発表の前に、プレミア TV 恒例の番外編でございます。はい、なるほど。番外編は、ベン・ラーマ、ワトキンス、エゼ、ゴットフレイ、キャッシュです。はい。なるほど。この選手たちの共通点何でしょうか？答えはですね、はい、プレミアリーグ2年目なんですよ、うん、ただチャンピオンシップアーリのプレミア初参戦だった選手たちなんですよね、ここ。あー、なるほど。あ、そうか、はい、正直ね、ここのメンバー今季の活躍かなり期待できますよ。言って、さっき話した10位から2位までのランキングの選手たちよりもね、ここの活躍でえぐいと思うんですよ、うん、てか開幕してからもうすでに結構ね、結果出してるんですよね。エゼは怪我で出遅れてますけども、特にね、キャッシュ、今季ブレイクする選手の一人になると思うくらいね、かなりね、いいです。もともと良かったですけども、一皮向けた印象あって、彼はね、ランキングに入れたかったんですけども、ちょっとね、チャンピオンシップ経験してるので、さすがにちょっと反則かなと思って番外編で入れました。なるほどね。はい、はい、ベンラーもめちゃめちゃいいしね、うん、まあ、ちょっとエゼがね、出遅れてるところで、ね、エゼクリスタルパレスね、今強いんで、ちょっとエゼ入ったらどうなるかすごい楽しみなんですよね、うん、はい、ということでいよいよ第1です。はい、第1位はチェルシー所属、はい、カイ・ハバーツ。ハバーツか、なるほど。カイ・ハバーツ、まあもちろん、これ期待のランキングなんで、チェルシーの選手を一番期待しますよね、そりゃ。まあ間違いないですね。うん、皆さんもそうでしょ？はい。チェルウェル含めて、6人が2年目に当たるわけなんですけども、やっぱり僕は、ハバーツがね、いい感じにフィットしてきてますし、一番若いんでね、ポテンシャルが高いので、一番期待してるんですよ。うん。かなり伸びしろあって、成長速度も速いので、彼にはね、すごく期待してます。
はい、もっとね自分自身で得点に直結できるようになってほしいです。まあそうだね、うん。メッシ、ロナウド、マネとはいかないんですけども、エバってハーランドより活躍してほしい派閥は、もうそこには、ね、負けてほしくない。まあ同じ若手組っていうかね、そう一緒の年代だし、価格的にもね同じぐらいだったんで、うん、まあムバッペでもハーランドでもなくて、ハーバーツがねチェルシーで今後のサッカー界を引っ張っていくような存在になると、めちゃめちゃ熱いですよね、僕たちからすると。熱いなーそれ。いやー熱い、めっちゃ楽しみです。これは本当にハーバーツ期待します。はい、田中はちなみにチェルシーの5人だったら誰期待しますか？チェルシーの5人だったら、ああ一番期待してたのは俺もハーバーツなんだけど、ああチェルシーの期待する選手でもね話してたもんな。まあ、ルカクが入ってきて、まあ、ツートップ、前節シティ戦ツートップだったんだけど、ベルナーよりハバーツがいたらもっと面白かったんじゃないかなっていうのは、すごい感じたんだよね。いやー、それあるね。落ちてね、もらえるからね、ハバーツは。そう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 。お互いがこう、下がってもらって、一人が裏っていう感じで、多分こう、うまくコンビネーションが組めて、まあ、相手も困惑できたんじゃないかなっていうのはちょっと思って。確かに。ベルナーにももちろん期待してるんですけど、ベルナーを使うんだったらやっぱツートップじゃなくて、シャドウとかの方がいいのかなと思ったんだよね。ちょっとね難しいところだけど、うん、まあ、ベルナーもハバーツもねルカクと相性いいし、ね、ハバーツできること多いんで、うん、まあね、マウントの代わりっていうかマウントと同じレベルぐらいでねゲームウィークできるようになってほしいんだよな。うん、そうね、まあ、メンディーとねチェオシンはもうすでにね活躍はもう、うん、なんつうの確約されてるようなもんだって、うん、彼らは神の領域行ってるんで、もうプレミア2年目の選手じゃないので彼らは。いやもう違うな。そう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 、あれこそ違えな、うん、もう5年6年10年くらいのような安心感がありますけども、うん、もう熟練味があるから彼らには。熟練味がある、うん、この昨年入ったチェルシーの選手たちはみんなねルカクと相性いいんですよ。確かに、うん、なんで昨シーズン苦戦したシエシとかもねルカクとのコンビによってはワンチャンで覚醒ありえると思うんで、うん、みんな期待してます。チェルシーも含めて、うん、そうね、うん、結果的にはね相当いい補強だったなってね思いますよね。改めてそうだね、ルカクが入ってきたことによってなおさらいい補強になったなっていうのは感じる。掘っててよかったって感じあるもんな、うん、はい、ということで本日はプレミア2年目の選手期待度ランキングやってきました。はい、やっぱり1年目って、まあ、なかなか難しいって言われてる通り1年目から活躍する選手っていうのはめちゃめちゃ少ないんですよ、うん、まあね、どっかの赤いチームのブルガナンチャラフェルナンデスとかまあルベンディアスもねそうなんですけど、う、ね、うん、例外はいますと。チェルシーはね昨シーズン6人取ってるわけですから、まあ、ここからさっきも言ったようにどんどんフィットして活躍していけたらチーム力っていうのはかなり底上げされるわけなんですよ、うん、今季チェルシーの6人かなり期待します。はい、はい、この動画ねグッドボタン多かったら次はね今季プレミア初参戦した選手の期待度ランキングやっていきたいと思います。なるほど、こっちの方がね、はい、多分面白くなると思うんですよ。そうね、うん、ただちょっとプレミア2年目の選手もね今季結構活躍期待できそうだったんで、うん、今日先にやりましたと。はい、本気バージョンが見たい方はグッドボタンお願いします。お願いします。グッド30でやりますか。うん、30、おー、いいね。はい、30いったらね結構僕的に手応えある動画になってるっていうね、うん、感触あるので30いったらやりましょう。はい、ということで、本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんのプレミア2年目で期待している選手、コメントに書いていってください。はい、お願いします。お願いします。いつもね、コメント楽しませてもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日みたいにね、プレミアリーグをもっともっと楽しめるような動画もね、今後も上げていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは、バイバイ。